中ツーリング中、ハマグリラーメンと、銭湯、浅間湯の旅。今回の勝手に B 級ツーリング、第2弾は、千葉県のハマグリラーメンと、銭湯の旅になります。まず、蓮沼公園の近くにある土屋水産で、焼きハマグリとラーメンを食べ、森屋海岸の海中鳥居を、見た後、銚子の銭湯、浅間湯に、行きます。早速、天気もいいのでツーリングを、スタートしましょう。千葉県側の土手から、ツーリングのスタートです。今年の夏は、雨が多かったですが、今日は、最高のツーリング日和になりました。本日は、有給を使ってのツーリングとなります。まずは、今回の相棒を紹介しましょう。バイクは、ヤマハ、グランドアクシス100です。ツーリングでは、初めてのスクーターです。100cc だけあって、スピードは問題ないですね。また、慣れていないので、ゆっくり行きましょう。ここから、西印旛沼へ向かいます。西印旛沼の、双子公園で休憩を、します。公園に到着しました。あれ、象を発見しました。行きましょう。これはナウマン象ですね。印旛村でもナウマン象が発見され、アジアと陸続きであることが分かりました。その記念のために建てられました。さて、ここから蓮沼へ向かいましょう。あれ、女子高生の自転車？制服でロードサイクルってかっこいい。ママチャリのような普通の自転車だが、自転車部でもあるのかな。それにしてもいろんな人がいるな。まあ私も変わっている方だが、食べましょう。蓮沼海浜公園前に到着しました。海沿いの道路はすごく気持ちがいいです。展望台が見えてきました。残念ですが今日は行きません。水産に到着しました。朝10時半に到着です。お客は私だけです。早速焼きハマグリを注文しました。来ました。ハマグリでかいです。ではハマグリを焼きましょう。感じにグツグツしています。少しずつ開いてきました。結構開きましたね。もう少しです。焼け
美味しく食べました。続いてハマグリラーメンを注文しました。正しくは九十九里ラーメンと言います。ハマグリとつみれの入った醤油ラーメンです。細麺のストレートでシンプルな盛り付けです。では早速いただきましょう。麺は中華そば風ですね。あっさりです。醤油も濃くなく食べやすいです。ホタテのように出汁の濃いスープではないな。しかしすんなり食べれる。味付けがシンプルで美味しい。これはお腹いっぱいになるな。守谷海岸の海中鳥居に行きましょう。蓮沼海浜公園から勝浦市へ向かいます。目的は守谷海岸の海中鳥居です。蓮沼から銚子へ向かうと銭湯の時間まで待ち時間があるのでぶらりと向かいます。とか言っても勝浦まで片道2時間。勝浦から銚子まで約4時間では結構ハードです。店頭開店の夕方4時に間に合わせないと。相変わらず無計画ですね。到着しました。守谷海岸です。結構沖に鳥居がありますね。グランドアクシスもお疲れさん。干潮の時は渡れるとの話です。次の動画では干潮の時に来ようかな。海をバックに写真撮影です。天気もよくいい感じですね。銚子の銭湯、浅間湯に行きましょう。守谷海岸から蓮沼海浜公園に戻ってきました。結構ハードで疲れますね。そういえば24時間テレビで元銚子駅が新しくなった。古い駅舎のイメージしかないので行ってみよう。午後2時になります。予想通りの時間で帰ってきました。ここから銚子まで2時間で行けます。開店時間には間に合いますね。しかし尻が痛いな。出発します。ここから銭湯は目と鼻の先です。
宣言湯です。銭湯とは思えない建物です。ここからイラストを混ぜて紹介しますね。常連のおじさんが開店前から待ってました。気楽に話をしてくれました。浴槽には銭湯独自の絵がありませんね。お湯は緑色をしています。薬草湯ですね。すごく古いイメージはありませんね。通り側の窓が開いている。かなり大胆だ。車からは見えないと思うが、ま、いいか。シャワーも使えて、いい感じだ。決めていいぞ、と言われ、早速水を入れました。気持ちいいと眠くなるな。常連のおじさんと、いろいろ話をしました。このような雰囲気が、銭湯通の醍醐味ですね。つい、長湯をしてしまった。ポカポカだ。ところどころ、窓が開いていますね。さて、目的達成です。帰路に着きますか。駐輪場がないのかな。おじさんのスクーターが止めてあるな。やはり近所の人が主なんだな。では出発しましょう。風が気持ちいいな。急に腹が減った。ここに来てはコンビニないしな。とりあえず何か食べたいな。これから茨城県側の土手を通って帰宅です。いつもの河川浴地帯を通ります。食べました。味はシンプルな醤油味であった。インパクトとしては焼きハマグリの方が味が濃く印象に残ったが、両方好きな味であった。また銭湯では熱くもなくちょうどいい湯加減であり入りやすかった。地元の常連さんも親切に話をして、大変楽しいツーリングとなりました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。